時刻は4時を回りました。繁栄軍師純也の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日はたった1日で売れる人に変わる売り方の教科書の著者、宮坂詩里さんにお越しいただきました。宮坂さん、今日は本日はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ご出演いただいた、はいはい、お母様のそうなんです。で、親子揃って出版されるってすごいですね。そうなんですよ。本当にたまたまで、はい、本当2週間ぐらいしか違わないんですけれども、はい、本当に偶然このタイミングになってしまったという。出版社もそれぞれ違うんですね。違うんですよ。へー、はい、面白いです ね。なんか出版業界でもすごく珍しいみたいで。ですよね。なかなか聞かないとはよく言われますで、今回ね、朱里さんとも、中里さんを、はい、からご紹介いただいて、おつなぎいただいたんですが、実際にですね、今朱里さんがされてる、はい、ビジネスとか、はい、行動活動とかも含めてちょっと自己紹介していただけると嬉しいです。はい、はい、宮坂朱里と申します。はじめまして。朱里というとですね、はい、皆さん沖縄の人ですかってよく聞かれるんですけど東京生まれ東京育ちでございます。なるほど、はい、はい、私はですね、今、はい、フリーアナウンサーとして、まあ、ナレーターとしてですね、まあ、海外のクライアントさんと主にですね、はい、まあ、活動をしながらですね、企業の VP のナレーションだったりとか、あと CM のナレーターなどもしておりまして、でその他ですね、まあ、今回本が出ましたので、ね、はい、それ以前からなんですけれども、まあ、稼ぐ話術ということで、はい、売り方をこう高めるためにはどのような話し方をしたらいいのかっていう話し方の、まあ、研修だったりとか、うん、あとはコミュニケーション のセミナーなどをやっております。はい、はい、この本のタイトルにも、帯にも書いてるんですけど、3時間半で1億5000万売り上げた著者が教えるやり方、はい、でこれは何を売られてたんですか。これはですね、化粧品ですね、はい、あ、化粧品、はい、お母様が、起業されている会社の化粧品、うん、あ、そうですね。これはテレビショッピングで、そうです。テレビショッピングでですね、すごいですね、はい、なんかプロの、はい、ね、アナウンサーっていうね、はい、声を仕事にしてる方の前で喋るのもちょっと僕の方が逆に緊張しますけど、とんでもないです、ね、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で朱里さんが今の活動につながったきっかけ、うん、まあ、この番組自体が人生好転ラジオということで、はい、転換期についてお聞きしてるんですが、はい、まあ、今までの反省を振り返ってみて、うん、はい、転換期ってどこにあったと思います？転換期はですね、はい、私はもともとアナウンサーになりたくて、はい、大学を卒業してからですね、アナウンサーになったんですけれども、うん、はい、そこからですね、まあ、フリーに転身してですね、はい、今度は東京に戻ってくるんですね、はい、アナウンサーとして就職したのは東京ではなくて、はい、仙台というところだったんですけど、はいはい、そこから東京に戻ってきた時っていうのが私にとっても転換期でして、はい、で実はですね、まあ、その頃は地方局でアナウンサーをした、方っていうのは大体まあ東京に戻ってきて、はい、東京の番組を次チャレンジするっていうのがこう主流だったんですね。なるほど。で私の先輩もみんなそのような感じのルートで皆さん成功されて、はい、結構メインのね、放送局でお仕事をされてるって方が多かったんですけど、はい、まあ私もそのようにね、同じように道を歩めるのかなと思って、うん、東京に戻ったら、うん、もう全部オーディションというオーディションを落とされまして、ほう、でアナウンサー その所属事務所があるんですけれども、はい、事務所の面接すらも入る落とされて入れなかったというような状態になってしまってですね、ほう、これは、要は応募する人が多すぎてっていうことなんですか。どうなんでしょうね。たまたま、まあ、アナウンサーもキャラクターの世界ですからね、はい、たまたま私のキャラクターが必要なかったのかどうかわからないですけれども、はい、まあ、とにかく私は東京ではアナウンサーとしてはもう活動ができなくなってしまってですね、うん、でいや、さてどうしたものかって思った時に、うん、ちょうど本当にたまたま私の母がですね、はい、
化粧品の会社を立ち上げることになって、うん、その化粧品をテレビショッピングで販売するっていうことになったんですよ、うん、はい、でその時に、まあ、テレビに出て商品を紹介するっていうことだったら、はい、まあ、私はできるかもしれないなって、うん、まあ、安易にですね、はい、思って、まあ、お手伝いするよなんて言って、はい、まあ、出たんですけれども、で私が最初に出演した時にですね、はい、なんとですね、まあ、1万円ぐらいのパックだったんですね、はい、うん、でそれ1時間のうちに、うん、私が喋って売った個数、はい、何個かっていうと、はい、たったの5個だったんです。5個しか売れなくて、みたいな。そこで私は、はい、まあ、テレビショッピングで喋って物を売るっていうことと、うん、アナウンサーのトークとは全く別物なんだっていうことに気づいたわけです、はい、うん、なるほど。情報を伝える喋り方と、はい、で人の心を動かす喋り方が根本的に違ったということですね。全く違うということですね。でそこで私は、まあ、売るためにはどうすればいいかっていうことを学ぶためにですね、はい、あの QVC ジャパンっていう、はい、24時間ショッピングチャンネルをやっているその放送局があるんですけれども、はい、そちらに今度はですね、喋り手ではなくてプロデューサーとして就職したんですね、うん、で、まあ、そこがすごく私にとっての人生の転換期でして、はい、で今度はその裏方の立場からですね、うん、その商品をどういうふうに、まあ、お客様に伝えていったら売れるのか、うん、お客様の心を動かせるのかっていうことをこう考える職業に就いたわけなんですね、はいはい、うん、でそこから、まあ、いろいろな商品本当にね5000品以上私扱ってきたんですけど、まあ、それぞれのジャンルによったりとかその商品の特徴によって、うん、あのまあ、作るストーリー、はい、うん、ストーリーがないとやっぱりちょっとこう売れないんですけど、うん、そのストーリーの作り方って違うんだなっていうこととか、はい、そういうことを学びまして、うん、で結果的にですね、まあ、そのQVC から独立した後に、うん、母の会社に入って、うん、まあ、そのノウハウを生かして、うん、今度はそのルーマニアの化粧品を販売したところ、はい、3時間半で1億5000万売ることができたっていうような感じになってるんですね。なるほど、はい、このやっぱり切り口って、うん、変わってくるっておっしゃったんですが、はい、この商品のストーリーを抜き出すっていうポイントってあります、はい、うんうん、そうですね、やっぱりその商品がどのような思いで作られたかとか、うん、あ、なるほど、開発の経緯だったりとか、うん、そうですね、その商品がどういう特徴があるのかっていうことを、うん、やっぱりその、まあ、人にインタビューするじゃないですけど商品にインタビューするっていうんですかね、なるほど、その商品の良さを見つけるためにとことん聞き出すとか、うん、探し出すっていう作業がすごく重要になってきますね。なるほど、やっぱり、うん、ものってやっぱりスペックだけではなくて、その思い入れとか、ね、開発費やというかなぜそこに誕生したかっていうところの、はい、ストーリーってすごく大事になってきますもんね。そうですね。でましてや、うん、対面ではなくてテレビショッピングっていうね、はい、相手が見えない状態で、はい、思いを伝えるっていうのはやっぱ難しい仕事ですからね。そうですね、うん、それがやっぱり、アプローチする側のプロデューサーとして関わったっていうのはそうですね、すごく大きいですね、はい、それプロデューサーとしてはもう結構長かったんですか、うん、そうですね、2年ほど携わっていて、はい、でそこから独立してからずっと、テレビの業界で結構長くいろんな商品を、はい、今度はまあ供給する側ですね、商品を、はい、うん、ということで働いてきましたね。なるほど、はい、今実際にこうやってお母様の、はい、お仕事を入って手伝われて、はい、でお母様からしたら、うん、その販売ってすごく大事じゃないですか、うん、それをね娘さんが、はい、その切り口を、力を持って、はい、助けに来たって、すごく心強かったと思うんですけど、実際にはい、あれですか、会社内ではもうすんなりやっぱりあれですか、周りの社員さんとは打ち解けました。そうですね、うん、はい、まあ、でも私が入ってから加わったっていう社員も結構多かったんですけど。そうなんですね、はい、はい、うん、そしたらじゃあ入ることに対して周りとの、いざこやいざっていうのはなかったです。あ、それはまあなかったです、ね、あ、よかったです、はい、やっぱりね人間関係って結構ね社内でっていうですよ、ね、ありますもんね、うん、ましてやお母様、最初から立ち上げてきたところですからね、うん、支えてきたっていう自負を持った社員さんもいるでしょうから、その辺のね人間関係ってすごく大事かなと思ったんですけど、じゃあ一旦ここでですね CM 入れさせてもらって、はい、後半でですね実際に入ってから、のお話とかまたいろいろ、そうですね、はい、聞かせていただきたいと思いますので、はい、一旦 CM 行きます。
あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオカ、軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。美味しいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。繁栄軍師純也の G 線好転ラジオ後半です。本日はですね、たった1日で売れる人に変わる売り方の教科書の著者、宮坂朱里さんにお越しいただいてますが、前半では朱里さんがお母様の会社で、はい、テレビショッピングの、事業にお手伝いするようになって、すごくあの売り上げがボーンと、そうですね、はい、おかげさまで5000万、はい、そうなんですよ、3時間半で。あの時は本当にすごかったですね。まあ、実はその1億5000万売れた分のですね、半分、3分の1ぐらいしか在庫を入れてなかったんですよ。そうなんですか。はい、ほう、じゃあ売れてから仕入れるっていう感じなんですか。そうですね、だからもう予約注文みたいな感じで、売れるとですね、どのぐらい売れてるかっていうの個数がバッてこう出てくるわけなんですね。はいはいはい。で、まあ、母は出演してますので見られないですけど、うん、私はその、まあ、外でですね、スタジオの外でその画面を見てて、はい、バッてこう上がって、私 何個入れたかっていうのは分かってるじゃないですか。はい、って明らかにちょっとどんどん増えてるんですけど、どうしましょうみたいなっていうのは嬉しい、でも嬉しい悲鳴でしたけど、もうその後大変でしたけどね。怖いですね。でもね、すごい。でもこの、予想外に売れたっていうのの決定的な、はい、なんかあの要因ってやっぱりその切り口が違ったっていうことなんですか。そうですね。だから例えばその化粧品とかだと、どうしてもちょっとやってしまいがちなのが、はい、成分のことについて語ってしまうことがあるんですけど、はい、テレビショッピングをご覧になっているお客様っていうのは、はい、もうそうですね、40代以降、50代ぐらいの女性がメインなんですね。はい、でそのぐらいの女性って、まあ、私も含めてなんですけれども、はい、あんまり成分のことって興味ないんですよ。そうですね。はい、それよりも、うん、その商品使ったらどうなるわけ、私の顔っていうのがすごく興味がある。はい、でそれってすごく効くのか、うんうん、そのことに関してすごく興味があるんですね。なので、あ、この商品ってこんだけすごいから、こんだけすごい歴史があるから、うん、こんだけすごいストーリーがあるから、すごく効くんじゃないかっていうふうに思わせることが重要なんですよ、ね。なるほど。うん、でまた、ね、肌に直接つけるものだと安心できるかっていうところも ね、あのどう伝えていくかっていうところもすごく大事だと思うんですけど、 はい、その点、そのうちの母をですね、はい、まあ、商品の説明者に私はこう推薦したんですけれども、はい、そのわけというのは、うん、その当時私の母はちょうど60代ぐらいになりかかるところなんですね。はいはい、うん、なんですけど、見た目というか、まあ、肌の年齢とかが40代ぐらいにしか見えないぐらい、すごく若々しくてですね、若いです。違いの変ですけど、今でもすごいお若いですもんね。はい、そうですね。はい、なので、うん、やっぱり、まあ、アンチエイジング、若返りを売っている化粧品なので、うんうん、じゃあその実際に使ったらどうなるのかっていうのの見本がもうそこにあるじゃないですか。そうですね。それがものすごい説得力だったわけなんですよね。なるほど。うん、面白い。はい。で、なんか何でしたっけ、男性のスタッフさんに白塗りをして出たっていうのは、はい、あれですか、朱里さんが入られる前なんですか。ちょうど入ったぐらいの頃ですかね。はい、そうそうそう、その化粧品もありまして、それもうちの母の化粧品会社のものだったんですけれども、うん、はい、でそれを入れ替えたと、はい、そうですね、うん、でうちの母がちょっとしばらく出てたんですけど、うん、まあ、ちょっとその回だけ出られなくなって、うん、でお手伝いをしてたその男性スタッフに、はい、じゃあちょっと出てよみたいな感じで言ったら、その方が本当に緊張しいで、はい、いやもう無理だからみたいな感じになってしまったわけなんですね。はい、で
じゃあまあもうどうせだ、もうこれもしかしたらね、もうあんまり売れてなかったので、はい、まあ、これで最後かもしれないから、うん、もうどうせだったらこれもパック白塗り仮面塗った状態で、はい、もう出たらどうですかって感じでおすすめしたわけなんですよ。誰がですか、シュリさんが。私が、演出上、あれはシュリさんの演出だったんですね。そうなんです、素晴らしい、はい、でもう彼は白塗り仮面状態でこう、はい、番組に登場するわけですね、うん、初めからものすごい異様な雰囲気なんですけどで、まあ、彼はですねこの白塗り仮面をした状態なので、はい、それによっての緊張がこうなくなってしまって、あ、ちょっと顔を隠してるっていうのがあるからですかね、はい、もうはっちゃけちゃったみたいな感じでね、あの、まあ、トークもうまくいきましたし、うん、で私はその番組の途中で彼にはですね、はい、あの、まあ、この良いところでそれをこう洗い流していただけますか、うん、はい、言っておいたんですね。で、まあ、彼をこう洗い流してて、はい、そしてこう彼もともと肌がすごく綺麗なんですけども、まあ、そのパックのおかげで余計こう白くなったんですね、はい、でその白い状態の彼のお肌が画面にいっぱいに現れた瞬間に、はい、お客さんからのコールがブワーってこう上がりまして、はい、一気に50万ぐらいしか売れなかったのが1200万売れてしまったというストーリーですね。でその化粧品はメーカーさんの方からなんかストップかかって商品を変えたっていうこと で、はい、でその後本格的に先ほど、うん、あのかなり売り上げたっていう ルーマニアの化粧品、はい、でその、 あの商品が変わることに対して、うん、不安ってなかったんですか。いや特にはなかったですね。なぜならそのルーマニアの化粧品の、うん、やっぱこうストーリーがやっぱりすごかった、うん、とにかくこれは絶対売れると私は思ったんですよね、はい、その商品に対して取材した時に、はい、うん、なので仕入れる時にやっぱり、うん、あのどういうストーリーがあるかっていうのはかなり調べられるんですか。調べますね、はい、実際に私ルーマニアまで行って。そうなんですか、はい、ほう、いろいろな方に話も聞きましたし体験もしましたし、うん、やっぱり本物だなって私は思いましたね。なるほど、うん、すごくお母様からも聞いてた時はすごくテンポ、はい、一歩よくね、あの話が進んでたっていう印象があったんですけど、あの趣里さんの方で後ろではやっぱり一つ一つ、あの地道に調べられてっていう、しっかりねそういうところをされてるから、あのベストして安心してお届けできるっていうのがね、自信持ってできるっていうところがやっぱり構築されてるのかなと思ったんですけど、お仕事をされてて今ね、あの最初でご紹介した時に、はい、あの本の著者さんってことでご紹介させてもらったんですけど、うん、はい、これ本を出版するきっかけって何だったんですか。私たまたまですね、はい、あの母が、うん、あの本ではなくて小冊子をこう出してて、はい、で母もあの性格なので、はい、いろいろとね、まあ、人生いろいろこうあったじゃないですか、はい、でそのまとめて本を出したねみたいなことを言ってたわけなんですよね、うん、で私もじゃあそのお手伝いができればななんていうぐらいの感覚だったんですよ、はい、で、まあ、それが去年の夏ぐらいの話だったんですけど、うん、でそこでですね、まあ、いろんなつってあんまりなかったんでね、出版されてる人とかっていうのは、はい、お出会いがなかったので、うん、いろいろ探した結果、うん、まあ、たまたまいい出会いがあってですね、うん、あのそこからあの話がいくわけなんですけれども、うん、その時になんかもしかしたら私も書けるのかもしれないなと、はい、うん、いうふうに思いまして、そこからですね、うん、本当にだから母のことがなければ私も本を出すふうには考えなかったかもしれないですね。あ、そうなんですね、はい、うん、で思ってからあの本格ってすごくね、ええ、あの大変な作業だと思うんですけど、ええ、すんなりいったんです。いやまあ結構大変でしたけど。ですよね、普段お仕事されながら、はい、そうです ね、 ね、育児もされながらっていうと、はい、うん、大変だと思うんですけど。そうですね、やっぱりその出版社の編集者に目にこう止まるような企画書にしなければいけない、うん、あ、そっからなんですね。で松尾さんがプロデュースで入ってる、はい、あ、そうですね、はい、なのでまあ一番そのプロフィール、はい、どんなプロフィールにするかっていうところが重要ということ で今まで私あの人にインタビューをしてきたんですけれども、はい、自分に対してインタビューされたことがないので、はい、なかなかないですもんね、はい、なのでこう私というものって一体何なんだろうっていう、ほう、うん、あんまりよく分かってなかったわけなんですよ、ね、はい、自分が、うん、で、まあ、そこの、まあ、まあ要はスクールに入ったわけなんですけれども、はい、そこでいろんな方のですね、第三者目線から私というものをこう見ていただきました。
して、フィードバックがあるんですか。そうなんですよ。で、私は最初やっぱりアナウンサーですので、はい、話し方だったりとか聞き方だったりとか、うん、コミュニケーションに関する本を書きたかったんですよね、うん、でも、まあ、いろんな方に聞いてみると、私の特徴はそれよりも、はい、やっぱりそのショッピングチャンネルでの実績なんじゃないか、はい、っていうことになりまして、でそこからは私もそうかもしれないなみたいな、はい、で自分のこう過去を紐解いてですね、でそれがこの一冊の本になったというような状態ですね。なるほど、うん、この本の中にはどんなことを書かれてるんですか。そうですね、売り方、うん、売りにはやっぱりそのストーリー、はい、商品に対するストーリーが必要なんですけれども、うん、そのストーリーの、うん、まあ、いろんな商品のジャンル別によってやっぱり違ってきますので、うん、それジャンル別にどういうストーリーを組み立てたら、どこをストーリーにして組み立てたらいいのかっていうのの方法だったりとか、はい、いろんなパターンがあるんですね、はい、そのパターン一つ一つ詳しく紹介してたりとか、うん、あとはですね、やっぱり売れるためにはですね、うん、商品のストーリーも重要なんですけれども、うん、もう一つ重要なことっていうのは、はい、その商品を紹介する人の権威性なんですよ。あー、なるほど、はい、なんであなたがその商品を紹介するのっていう、はい、例えば化粧品だったとして、うん、それがすごくこう若返りですよって言っているのにもかかわらず、うん、紹介している人の顔がしわくちゃだったら信用ないですね。全く信用ないですよね。例えば僕が太ってるんですけど、ええ、ダイエットの商品を売るようなもんですよ。そんなに太ってないですよ。まあまあ、そういう感じですよね。そういうことですね。なるほど、権威性ですね、はい、なぜその人が、まあ、進める理由っていうのがやっぱり必要になってくるということですね。そのじゃあその権威性っていうのはどういうふうに作っていったらいいのかっていう話の、はい、日本立てとですね、で最後にやっぱり、うん、売るためにはクロージングをかけないと、はい、うん、そこが一番大事ですから、うん、まあ、テレビショッピング式ではこういうふうにクロージングをかけてますよっていうふうに、なるほど、はい、うん、皆さんにでもこう応用できるようなクロージングの仕方などでも書いております。はい、なるほど、具体的なノウハウが詰まってるんですね。で、今やっぱりいろんな経営者さんいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、ウェブページとか、まあ、いろんな手法があると思うんですけど、はい、今おっしゃるものっていうのはテレビショッピングに限らず、はい、いろんなね、媒体を使ってやるときに必要なものだと思うんですよね。そうですね。で、それがやっぱり、具体的に書かれてるっていうのは、うん、いろんな経営者さんにとってもすごく、はい、力になると思うんですけど、先ほどね、リスナープレゼントっていうことで、はい、本もいただきたので、これもね、また、ウェブの方で申し込みフォームの方作っておきますので、うん、ぜひぜひ、はい、3冊いただきましたの で、はい、それもねプレゼントさせていただきたいと思うんですけど、はい、今あれですね、セミナーとかもされてるっていうことなんですけど、はい、 それはやっぱりこの本に沿った、うん、そうですね、はい、直接聞く機会っていうのはやっぱりあれですか、どっから辿っていけばいいんですか。私もですね、はい、公式のホームページというか、まあ、ブログをやっておりますので、うん、はい、そちらの方で随時ご案内をするという予定になっております。そうなんですか、はい、でその検索のキーワードっていうのは、あ、宮坂修理ブログだったりとか、はい、そうですね、あとはオフィス修理ですね、はい、オフィス修理で検索していただくと、はい、私の公式のブログにたどり着くと思います。あ、そうなんですね、はい、じゃあ後でまた URL も教えていただけたら、はい、僕の方に YouTube チャンネルの方に、はい、概要欄の方に貼っときますので、そこからもねたどって、ぜひうちの町でそのね、趣里さんの話を聞きたいとか、でそういう本をまた新たに買いたいとかっていう方は、はい、ぜひその情報をね探してほしいんですけど、あっという間にねもう時間も近くなってきたんですけど、はい、はい、最後にですね、うん、リスナーに何かメッセージをいただけたらなと思うんですけど、はい、はい、そうですね、今、うん、もし、売り方に悩んでいるとかね、はい、商品を新たに開発したんだけれども、どういうふうに売っていったらいいんだろうとか、うん、そんなふうに悩んでいる方にですね、ぜひおすすめしたい一冊がこの売り方の教科書なんですね、はい、でこれを読んでいただいて、どのようなストーリーを作っていくのか、そして、あなたご自身の権威性どのように作っていって、どのように商品を売っていったらいいのかっていうのを、ぜひその参考にしていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日またね、本当お忙しい中、
スタジオまで足を運んでいただいて感謝です。はい、また今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、本日のゲストはたった1日で売れる人に変わる売り方の教科書の著者宮坂朱里さんでした。また来週お会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。